はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日は2日間のつなぎでプロスピフェスタが来たということで、プロスピフェスタの攻略法を解説し、その後に金曜日の更新についてまとめていきたいと思います。最後まで見ていってもらえると嬉しいです。早速イベント攻略の方から入っていきます。まずプロスピフェスタがどんなイベントかというと、 V ロードチャレンジカップ試練などで試合をするとフェスチケットがもらえます。そのフェスチケットでガラポンを回して報酬を獲得していくイベントです。フェスチケットは試合をすることで3枚、試合の中での自走車での3枚の合計6枚が1試合あたりにもらえる形となっています。必ず自走車はするようにしていきましょう。ということでポイント解説の方に移っていきます。ポイント1つ目、プロスピフェスタはエナジーを使用して走っていいのか、何エナジー残すべきかについてです。まずプロスピフェスタは走っていいイベントと言えるでしょう。エナジーの消費を最小限に抑えて最高の育成効率で V ロードなどを回れるので、走る価値が十分あると思います。イベント終了時に残すべきエナジー数に関しては、アニバーサリー洗濯機役所付き福袋を両方回す予定の方はイベント終了時に2000エナジー程度残しておくのがいいと思います。このエナジー数を残しておけば、今後来る育成系イベントなどにもエナジーを使ったりすることができるでしょう。アニバーサリーを片方のみ引く方、洗濯契約書を引かない方が残すべきエナジー数に関してはテロップの通りとなっています。続いてポイント2つ目、自然回復で終わるのかどうかについてです。基本的にはエナジーを使うイベントですが、エナジーをなるべく使いたくない方にとっては重要な情報となってくると思うので、解説の方をしていきます。結論から言ってしまうと、自然回復では終わりません。育成系イベントでは基本的にエナジーを使って走ることを前提に組まれているため、自然回復で終わらないものが多く、プロスピフェスタはそのうちの一つとなっています。累計のみ終わらせる方でも、のんびりやっていると報酬を取り逃すケースがありますので注意していきましょう。続いてポイント3つ目、累計までの必要試合数、イベント期間にこなせる自然回復分の試合数に関してです。フェスチケットは1試合あたり最大6枚手に入るので、多少のミスも考慮して1試合あたり 5.5 枚手に入ると考えると、累計までに必要な合計試合数は 400÷5.5 で約73試合となっています。ではイベント期間中にこなせる試合数は何試合なのかを見ていきます。プロスピフェスタのイベント期間が金曜日までということで、イベント開始時の自然回復分のスタミナが60だったと仮定して、睡眠時間を毎日8時間取ったと考えると、イベント期間で自然回復分でできる試合数としては45試合となっています。先ほど解説した通り、累計まで73試合必要なのを考えると、 73-45 の28エナジー程度使えば累計まで回収できることとなると思います。参考になれば幸いです。続いてポイント4つ目、累計報酬に関してです。今回の主な報酬をまとめると、テロップの通りとなっています。55エナジー、新戦力の A ランク自チーム契約書、 A ランク自チーム契約書、ゴールド契約書、 S ランクの補助券が2枚となっています。これプラスガラポンでのエナジーが返ってくるといった形です。シリーズ1に欲しい選手がもういない方は、シリーズ2に向けて契約書を貯めておきましょう。続いてポイント5つ目、イベント期間中は V ロードと試練のどちらを回ればいいのか、シナリオプレイの得点はどちらを選べばいいのかに関してです。今日は経験値 1.5 倍、明日からは経験値 1.8 倍となっており、 V ロードを回るのに最適なタイミングとなっていますので、おすすめは経験値プラス V ロードとなっています。ただ試練をやりたい方もいると思いますので、そういった方は試練をやってもいいと思います。自分は選手枠がいっぱいで V ロードを快適に回れない状況なので、基本的には試練を回る予定です。各自自分に合った選択を取るようにしていきましょう。続いて V ロードを走る方に向けての補足があります。 V ロードを走りたい場合でも、試練は毎日15試合はこなすようにしていきましょう。これはなぜかというと、試練では1日3回まで試練カードチャレンジというものが用意されています。こちらは試合の他にボーナスで試練アイテムがもらえるみたいなイメージなので、1日3回分の権利は最大限活かした方がいいと思います。特に試練アイテムはいつ使ってもいいものなので、いつ集めても価値は変わりません。なのでプロスピフェスタなどエナジーを使うのが可能なイベントの際には、毎日試練カードチャレンジが3回こなせる15試合分は試練をやるようにしていきましょう。プロスピフェスタの攻略法に関しては以上となります。大体の要点は把握できたでしょうか。この情報が良かった方は高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いては実際にフェスチケットの方を100枚ほど集めてきたので引いていきたいと思います。少ないデータではありますが、とりあえず今回のガラポンの調子がどんな感じなのかを見ていきたいと思います。ということでどんどん引いていきます。まあ、100枚って案外すぐね終わっちゃうので、まあ、20回引けるのかな。まあ、そのデータをまとめていきます。で、まあ、今ちょっとね演出長いんですけど、こちらの演出スキップをオンにしていただけると、まあ、素早くね結果を見ることができます。まあ、自分は基本的に演出スキップでいつもやってます。まあ、1等がね当たった時の嬉しさをねしっかり味わいたい方は演出スキップオフでもいいのかなと思ってます。
さあまあこんな感じでだいたいスカウトポイントコインが大量なんですけど、エナジーもね割と返ってくるイベントなので、まあ走る価値があるのかなって感じです。さあこのイベントでねちょっと1等をしばらく出していないので、今回こそ S ランク契約書を出したいところですね。さあこの100枚中に A ランク契約書以上出したいところではありますが、まあ、エナジーは結構出てる印象ありますね。まあ後でね100枚回した分のデータをまとめたいと思いますが、まあ残り6回、さあチャンスタイム1回来ましたが、もう1回来ないかな。さあ残り4回、さあラスト3回ですね。さあ 出るかどうか。スカウトポイントコインでラスト1回、何が来る。ご覧のように100枚分回してきました。結果としては20回回して1等0回、2等0回、3等1回、4等が9回、5等が3回、6等が7回という結果でした。少ないデータですが、だいたいエナジーの還元率が 45% くらいあったので、今回もまずまずと言えるのではないでしょうか。これより少し低い数字に落ち着くとは思いますが、十分走る価値があると思います。プロスピフェスタに関しては以上となります。続いて20日の更新に関して話していきます。イベントとガチャの更新日が重なったためタイムスリップの可能性が高まりました。ですが明日タイムスリップが来るのであればランキングはなしで来ると思います。理由としては26日に排出停止があり、排出停止の日には確実に更新があるので20日からのガチャ期間は6日間となっています。ランキングイベントの際のタイムスリップは7日間なので、来るのであれば6日間の累計のみのタイムスリップの配布となるでしょう。その場合タイムスリップは結局今年も6段構成になってくると思います。金曜日の更新次第で変わりますが、現時点での今後の予想としてはテロップの通りとなっています。わざわざイベントガチャ更新を合わせたので20日からタイムスリップ第5弾、普通のイベントの累計でタイムスリップ第5弾の配布、26日から例年のパワプロの引き念福袋の代わりにパワプロ派 VS プロスピアのガチャイベントはアニバーサリー総選挙が来て、それと同時にポジション追加のガチャの登場、終了後の1日から8日の7日間でタイムスリップ第6弾と予想します。ポジション追加に関しては昨年もパワプロ福袋と同時に来ていたので組み込むことは可能でしょう。また特訓 1.5 倍を期待するなら8月26日になってくると思います。とりあえず金曜日の更新を楽しみに待っていきましょう。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。久々の育成系イベントとなっていますので、頑張って育成の方を進めていきましょう。この動画が良かった方は高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。